こんにちは、サッシーと申します。今回はですね、ブックオフスーパーバザールのゲームワゴンセールにあった人気タイトルのゲーム購入紹介と、少しですねレアなソフトも2つ購入してみました。はい、早速紹介したいと思います。まず1つ目はこちらですね。で、仮面ライダーとバトライドウォーですね、プレイステーション3で発売されたものですね。平成仮面ライダーのウィザードまでのライダーが登場してきます。アクションですね、三国無双みたいな感じですね。フィールドをこう歩いてると大勢の敵に囲まれて、それをこう倒して進んでいくっていう感じですね。まあ、バイクを乗ってなんかこうバイクアクションとかもできるんで、そのなんて言うんだろう、もうこうよりリアルなですね、仮面ライダーにこう感情移入できるゲームになってると思います。で、仮面ライダーの能力ね、変更とかフォームチェンジっていうのもですね、あのボタン一つで簡単にできるようになってますんで、子供から大人まで楽しめるゲームになってると思います。これね、すごいいいですよね。まあ本当にこれ自分の大好きなダブルも入ってるんで、これでね、戦闘中にフォームチェンジとかしたりとかして戦えると、より爽快感が得れるんじゃないかなと思っています。はい、一つ目は仮面ライダーバトライドウォーでした。続きまして2作目ですね。まずこちらですね、地球防衛軍4ですね、プレイステーション3版ですね。ブックオフスーパーバザールのですね、ワゴンセールの中で290円でありましたので購入してみました。人気アクションのですね、4作目ですね。巨大な敵が大群で襲ってきます。まあ虫がね、苦手な人はね、ちょっとプレイできないかもしれないですね。巨大な昆虫がですね、我々を襲ってくるという感じですね。で、選べる武器だったりキャラクターっていうのがですね、すごい多彩で、まあ本当にね、やり込み要素が盛りだくさんのゲームとなっております。ミッションもね、もうこれで終わりだろう、これで終わりだろうって思ってても、やっぱしね、まだね、続きがあるんですよね。そう、それがね、なんかね、こう面白いですね。で、自分はね、2からね始めたんですけども、本当にね面白いゲームなんで、今回ちょっと3は突っ飛ばしてなんですけど、ちょっと4をねやってみたいと思います。こちらね、まあライブ配信とかでもねできそうなんで、いつかねちょっとそういうプレイしてるところとかもお見せできたらなと思ってます。というわけで2作目はプレイステーション3から発売されました地球防衛軍4となっております。続きまして3本目の購入紹介となっております。3本目はこちらですね、ゲームボーイですね、ツインビーだってやつですね。まあ、すごいですね、1990年なんで、11歳ぐらいの時の作品かな、当時。で、ゲームボーイ版みたいな感じですね。音楽も似てる、ファミコン版と似てるし、よくできてるソフトだと思います。本当にそのゲームボーイの画面の小ささでもなんかうまくこう作られてるんで、 そんな狭くも感じないし、面白いと思います。こう難易度はね、そんなに高くないかな、シューティングなんですけど、縦のですね。ツインビーはね、こう雲の中に隠れてるベルをね、打って、そのベルの色を変えて自分をパワーアップさせて、こうゲームをですね攻略していくっていうゲームなんですけど、このベルを取った時の音楽すごいですよね。おせおせムード感がすごい。てってりーてりりりーてりり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 りって、ちょっと喉、その音楽すごい好きで、よくコナミタンパクラブとかでしたっけ、それでなんかよく曲をね iTunes とかで、ね、ダウンロードして聞いてましたね、そこで。ゲームボーイのね、ここの対戦通信のやつができるんですけど、多分あれですよね、当時やったことないんですけど、ソフト2台あってゲームボーイも2台あれば、多分ツインビーとウインビー、赤いやつを使って多分協力プレイができたんじゃないかなって思います。はい、というわけで3品目はですね、ツインビーだ、ゲームボーイです。続きまして4本目なんですけど、ここからはですね、ワゴンセールではなくて、まあ普通にこう棚に入っている、まあちょっとこう
普通の売り場、ゲーム売り場のところから探してきたやつになります。4本目はこちら、ででーん、ダンジョン商店会ですね。伝説の剣始めましたっていうと、これはですね、お店版も今日は、今日はお店版、明日は大冒険って書いてあるんだね。そのファンタジーな世界でお店を経営することのできる RPG が登場っていう。あなたは若い魔女となり、相棒の猫と共に見知らぬ街で小さなお店を始めます。地道に商売するもよし、ダンジョン探索でアイテムを集めても構いません。全く新しいタイプの、でも誰もがきっと憧れていた温かい匂いのする RPG ですということなんですけど、まあ、結局その自分のお店みたいのがあるんですよ。まあ、ドラクエ4で言えばトルネコみたいな感じになってるんだけど、まあ、こう勇者と一緒になってこう冒険もできる魔法使いなんですけど、主人公がね、としてもこう冒険できるみたいな感じのダンジョンなんですね。まあ、こう裏ちょっとこんな感じになってるんですけど、まあまあ、プレイ動画は多分ここら辺に出ると思うんですけど、こっちかこっちかちょっとよくわかんないですけど、まあ出すと思うんですけど、やってます。で、まあ2000いくらだったかな、ちょっと安めで書いて、まあちょっとね、説明書がね欠品しちゃってるんで、まあその分安いみたいな感じなんですけど、未だにね、このゲームはね、本当になんかこう攻略の掲示板がですね、更新されるぐらいすごい人気みたいで、あの未だにね、こう密かにゲームをされてらっしゃる方がいらっしゃるみたいです。自分も進めたんですけど、こう面白いですね。ダンジョンとかね、結構ね敵があの強いんで、そうなかなかそうサクサクは進めないんですよ。ただそこを多分進めるようになっちゃうと、そっちのダンジョンの宝の方があの魅力あるものがあるから、それでね、こうゲームが容易になっちゃうから、そこはバランスよく考えるためにやってるんじゃないかなと思います。店でなんかこう仕入れたものがなんか売れると本当に嬉しい、これは。やったーっていう、なんかね、本当にね、そういう気持ちも味わえるし、ダンジョン探索してレアアイテムが取れるとかって、そういうね、この嬉しさも味わえるっていう、この一粒で二度おいしいじゃないですけど、そういうゲームですね。これあのね、絶対あの、もしね、例えば探して見つけたりとかしたらね、あの買った方がいいゲームだと思います。はい、というわけで、4本目はですね、ダンジョン商店会伝説の剣始めましたでした。続きまして5本目ですね、本日最後の購入ゲーム紹介となっております。こちらですね、ドン、プレイステーション2ですね、ザ・キング・オブ・ファイターズのオロチということでですね、キング・オブ・ファイターズの95、96、97の3作が、1本になった、お得なですね、ゲームソフトとなっておりますとですね、まあゲームセンターではね、まあ96、97ぐらいまではプレイしたかなーっていう思いがあるんですよね。まあ当時はですね、もう本当に対戦格闘黄金期で、まあストリートファイターだったり、まあこのキングオブファイターズだったり、鉄拳とかね、バーチャファイターとか、まあその他ね、たくさんのね、対戦格闘ゲームが登場したんですけども、まあその中でもやっぱ一番やったのは、まあこれじゃないんですけど、まあ鉄拳っていうゲームなんですけど、よくやってましたね。友達とかと一緒にゲームセンター行ってっていう感じですよね。この95からはいろいろまあ、キャラクターがいっぱいいるんですけども、まあ、それぞれね、3人、3マンセルで、こう、全部、こう、組んでいくんですけど、まあ、94はですね、そのもう固定だったんですね。固定メンバーだったんですよね。まあ、日本の、まあ、この草薙の京の、あの、メンバーだったら、もう、その、二階堂ベニマルっていうのと、あと、ダイモンとかっていう柔道家かな、を、だけ固定だけだったんですけど、95からはチームエディットができるようになって、例えば、まあ、京も入れられるし、まあ、矢神よりも入れられるし、あとはまあ、画廊伝説のテリー・ボガードも入れられてたりするような感じになってました。で、97年からはね、その、相手もですね、こう、エディットしてくるんですよね。敵はね、必ず、チーム、固定チームで挑んできてたんですけど、多分ね、97からはね、確か、チーム側も、相手のコンピューター側もエディットしてくるんですよね。本当にこうネオジオは本当すごかった、当時100メガショックネオジオってね言われてる、リアルを追求するゲームだったかなって思いますよね。まあ本当に家庭用ではもうお目にかかれないぐらい高かったんで
友達が持ってましたけど、まあ、ソフト本体がネオジオ 4,5 万ぐらいして、でソフトが3万ぐらい、だから3万だから毎回毎回ソフト買ってんのかゲームの本体買ってんのか分かんないぐらいになってましたけど、と友達も。でまあもう本当にもうね、もういいやってなって、友達も売ってましたけどね。今はまたね値上がりしててね、そういったものが貴重になってきますよ、なってるみたいなんでね、いいですよね。いつかね、ネオジオとかもね手に入れられたらいいですよね。あのもう本当にソフトじゃなくてもうほぼ基盤ですよねすごい。というわけで、5本目はですね、ザ・キング・オブ・ファイターズ・オロチでした。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回の購入ゲーム紹介はですね、まあ簡単におさらいしていきたいと思います。ちょっとね値段さっき言ってなかったんで、まあワイプでも出てると思うんですけど、まずこちらですね、仮面ライダーバトライドウォーですね、ブックオフのですねスーパーバザルのワゴンセールで110円でした。こちら、はい。でこちらがプレイステーション3の地球防衛軍4、こちら290円ですね。こっちもちょっと値段言うの忘れてたんですけど、ゲームボーイのツインビーダ290円でした。でプレイステーション1のダンジョン商店会伝説の剣始めましたですね、これ2400円とか2500円ぐらいだったと思います。はい。でこれもちょっと値段言い忘れてましたね、ザ・キング・オブ・ファイターズ・オロチなんですけども、3500円ぐらいだったんですけど 30% 引きでいいよっていう風になってたんで1750円ぐらいだったのかな。なのでまあ駿河屋さんの、今ねこの動画撮った時に見たのが買取価格が1700円ぐらいだったんで、これはね駿河屋さんの買取価格で買えたんで、とってもねお得に買えたと思います。でもほんとゲームも面白いんで、これおすすめです。はい、というわけでありがとうございました。また、購入ゲームを紹介したいと思います。この動画が面白いと思ってくださいましたら、チャンネル高評価並びコメントの方よろしくお願いいたします。チャンネル登録もお待ちしています。